美味しいお米が食べたい。単語お米、突っ込んでここの高さがいい感じらしいです。どう、多いのかな。ロテムです。今回もご視聴ありがとうございます。飯盒で美味しいご飯を炊くポイントは水の量と加減です。市販されている飯盒には水量のラインがついていることが多いです。一般的なサイズの飯盒なら2合炊き、4合炊きの場合も水量の目安が刻まれています。ラインなどなくてもそもそもお米と水は同量で良いので、浮き蓋1杯のお米なら水も浮き蓋1杯分入れれば OK なんですけどね。手で測るとちょっと離れしたかっこいい感じに見えますね。人によって手の大きさが異なるので正確性に欠けますが、大体の目安は手を広げてつけた時手首までが水に浸かるぐらいです。カホナン様はグーにしちゃってるので明らかに多すぎでございます。さて火加減につきましては、いいかな。いや、いいよね、多分合ってる。炊くぜ。この棒で中が沸騰してるか調べます。ここにね、のせるとねコトコト言うんだって、沸騰してると。あ、言ってる言ってる言ってる、感じます感じます。今ね沸騰中だから、これが、あ、ちょっと煙煙煙煙鼻ソースが痛い。これが静かになったらなんか蒸らせばいいみたいな想像、どうですかね。本当に痛いんだけど、まだかな、開けていいかな、見えるな、なんか開けていい、開けようかな、熱くないし。あれみたい、甘酒みたい。あ、うん、わかんない、気にくさい、わかんないけど、なんか空気上がってるからもうちょっとのはず。頑張れ、飯盒ちゃん。まだ見てこれめっちゃ動いてるなんか大丈夫かなこれ、熱に、ちょっと心配なんで開けてみます。やばー、マグマ感じる、やばー、マグマ感じる。よいしょ、見なかったことにしよう、見なかったことにしよう。大丈夫、蓋すごい、なんかこんな動いてるけど、蜂いるし、蜂いるし、あーあ、ボコボコ言わなくなったので蒸らしたいと思います。熱っ、すごい。これをね、逆さまにするといいらしい、よくわかんないけど、いいかな蓋外れてベチャーってなんないかな。いきます、3、2、1、どーい、あっちゃ、開けます。おーおー、8、8いきます、ボン、この艶、米が立ってる、おい
しそう。というわけで第2回